あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。新年を迎えるにあたり、昨年の振り返りと本年の目標についてお話ししたいと思います。当チャンネルは地味ながら着実に成長しています。再生回数で見てみると、 2021年は年間で約8万3000回でした。2022年は約11万6000回で、2021年から約41%増加しました。そして、2023年は約16万6000回となり、2022年から約43%増加しました。チャンネル登録者数の伸びで見ると、2021年は年間で390人でした。 2022年は年間493人でした。そして、2023年は年間583人増えました。2023年のグラフを見ると、8月末までは、2022年と同程度の増え方でした。しかし、9月以降はペースが上がりました。これまでのチャンネル登録者数の累計は、1863人になり、2000人突破が見えてきました。 2023年初めの予想は年間の再生回数が15万回程度で2023年末のチャンネル登録者数は1800人に届くかどうかというものでしたその予想を超える結果が出てよかったです2024年も当チャンネルをさらに成長させていきたいと思います これまでと同じペースで成長すると仮定すると2024年の再生回数は23万回を超えるぐらいになりそうです。また年末のチャンネル登録者数は2500人ぐらいになりそうです。まずはチャンネル登録者数2000人突破を目指します。3月下旬頃には2000人を突破できるのではないかと思います。今年は特に ビジュアルプログラミング環境の積みっきりを引き続き伸ばしていきたいと思います。開発を鋭意進めていますので、適宜動画にしていきます。また、プラレール関係では、これまで以上のことを行っていきたいと思います。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。